じゃあ、180ページいきましょう。なんか紙巻き。あ、そこの、はい、計算紙みたいな使っていいですよ。はい、気温は地上およそ何メーターの高さで測るでしょうか。大体自分たちの身長の高さに近いぐらいのところなんですよね。はい。何センチでしょう。あ、何がさ。地上何センチで測るでしょう。1.5 メーターになってもいいですか。はい、1.5 メーター。1.5 メーターです。大体基本的に 1.5 メーターのところで測ります。あんまり地上に近いと地上の照り返しとかで温度が正しく測られてる。地表に近いところはね、温度が高くなるので 1.5 メーターのところで測ります。はい、気温を測るとき、間質系の環境と湿気のどちらの指導を読み取るか。気温はもちろん環境ですね。環境、はい、ですか。で、間質系で環境と湿気の指導は普通どちらの方が高いか。もちろん関係が高いですね。理由わかります。わかんないです。ですね、その下にちょっと絡んでくるんだけど、湿気温度計のキューブに巻かれているのは、液体の入った容器に入れてあるこの液体は何かというと、これは水なんです。普通の水です。別に蒸留水とかじゃなくてもいいんです。別に普通の水なんですけど、ただこんな生徒がいたらね、水が冷たいけんって言った人がいた。でも、たったちょっとしかないので、中に入っている水がね。だから長時間置いてたら当然空気中の温度と同じ温度になる。例えばキンキンに冷えたそのファンタとかがあっても、しばらく置いちゃったらぬるくなるよね。やがてずっと長く置いとったら同じ温度になるっていうのは想像できるでしょ。で、同じことで、実は水が冷たいってことじゃない。じゃあなんで、湿気の方が温度が低いかというと、気化熱というのを奪うわけです。ですね。マッコに壊れまして、温度計が壊れますね。で、こっち側に温度計がありまして、で、なんでガーゼを使うかっていうのもちょっと絡んでくるんだけど、ガーゼっていうのは、細かい網の目でできとるね。細かい網でできてるわけですよ。細かい網で。で、これを通して毛細管現象とか言って、ずっと水が自然に上に上がってくるようにできてるんです。もう結局その中をずっと染みて上がっていきます。だからここがカラカラになってない限り、ここ水でいつも濡れてる。で、この水がこういうふうにこう、気化してくるよね。液体の水が水蒸気という気体になるわけね。で、それを気化するというわけですけど、気化するときに周りから熱を奪うという性質が、気化熱を奪う。だからここの温度が下がる。熱を奪われるからこっちの温度が下がる。でもある程度想像できると思うけど、こっちの温度が下がる。当然乾燥していたら、水は蒸発しやすい、しにくい、どっち？湿度が小さいとき、水は蒸発しやすい。しやすいよね。カラッカラよね、はい。だからその時、もうすぐ温度が下がるね。はい、蒸発しやすいから。で、例えば湿度が 100% だったら水蒸発しないんですよ。湿度 100% はこの温度が同じ温度なんです。いくらここが気化熱を奪おうとしても気化しない。もう水蒸気で満たされとるけん、それ以上水蒸気でなって外に出ていくことしないんです。だからこの温度が激しいほど乾燥して湿度が低いということ。で、それを表にしたのがやがて出てきますけど、間質系の表があるんですね。はい。まあそういう理屈です。なんで湿気の温度が低いかというと、気化熱を奪うからということになります。水蒸気を限度まで含んだ空気1立方メーター中に含まれている水蒸気を何と言いますか。はい、限度までと書いてありますよね。飽和水蒸気。そうですね。飽和っていうのがもう 100% という意味なんですね。だから、限度までと言われたら飽和というふうに言えばいいでしょう。
飽和水蒸気量は気温が高くなると大きくなるか小さくなるか。これは溶解度と似てるよね。はい。温度が高くなるほど大きくなる。大きくなるんですね。たくさん含むことができます。あのコーヒーを溶かす、コーヒーの中で砂糖を溶かすときに同じこと言えるんだけど、温度が高いほどたくさん溶けるよね。で、同じ空気も温度が高いほどたくさん水蒸気を含むことができますということです。空気中の水蒸気が凝結し始めるときの温度を何と言いますか。凝結というのは気体が液体になること、水蒸気が水になることですね。その時の温度を温度、温度ね、その時の温度。まあ、例えば寒くなると空気中の水蒸気が何になって出てきますか。何と言いますか。葉っぱとかにこうついちゃう。水滴。水滴のことなんて言います。特別。え？水って言うんですね。ああ。だから水蒸気が水滴になって出てくることを露天と言います。天というのは温度という意味。温度という意味。梅雨ができるときの温度という、梅雨ができるときの温度という、露天ですか。はい。で、露天が高いほど空気中の水蒸気を、水蒸気量が大きいか小さいか。露天が高い。ということは、水蒸気量が大きいでしょうね。露天が高いよね。ちょっと答え確認しよってね、うん。よくこんな問題が出るんですけど、例えば今、これが飽和水蒸気量で、今これだけしか含んでないとしますね。うん、で、水蒸気これだけ含んでいるとして、温度を下げてきて、この時、梅雨ができます。これが露天です。いいですか？露天で。だったら、まあ 100% の時ってあるんだけど、もちろんまあ普通は 100% じゃないですね。飽和水蒸気量を含んでない。で、まあこれだけ水を含んでるとしましょう。そして温度を下げていったら、これぶつかった時、こっから梅雨ができ始めるわけですですね、はい。じゃあ例えば水が水蒸気量がこんぐらいだったとしましょう。かなり冷やしていかないと梅雨ができないんです。だから露天が高い、露天が高いということは梅雨ができるときの温度が高いということは、今含んでいる水蒸気量が多いと思う。この図で分かると思う。水蒸気が多いほど早く梅雨ができる。水蒸気が少ないほどかなりずっと冷やしていかないと梅雨ができないということですね。例えばこの部屋の空気がカラッカラに乾いちゃったら、どん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 温度を下げていってもなかなか梅雨ができません。でも結構湿っちゃったら、ちょっと下げていったらもうこの辺にこう梅雨が降りてくるんですね。わかりますか。だから今問題は、露天が高いほど何ですかと書いてあるので、露天が高いほど空気の水蒸気量が大きいということになります。ニュース、はい、次、100分率で表した空気の湿り具合は何というか。湿り具合というとこをマーカーで見てください。湿り具合だから湿度ですね。湿った度合い、湿度です。次の式の空欄に当てはまる言葉は何ですか。その気温での何なんですね。これは飽和水蒸気量が入るでしょう。湿度の計算の仕方、その気温での飽和水蒸気量分の空気1立方メーター中に含まれている水蒸気量。例えばこの地点での、もう一回書き直そうか。湿度何パーセントですかというときに、飽和水蒸気量はさっきも言ったように 100ない、ここは 100%、はい。でも実際今、まあ、A グラムじゃなくて B グラムの水を水蒸気を含んでいるとすると、じゃあこれ全体の何パーセントですかって言われたら A 分の B かけ100なんです。
この100は当然パーセントを直すためにかけてるですね。例えばちょうど真ん中だったら 50% になる。で結局飽和水蒸気量分の現在含んでいる水蒸気量かけ100です、という言葉ね。そこね、飽和水蒸気量分の現在含んでいる水蒸気量かけ100ということになりますが、実は現在含んでいる水蒸気量というのは別の表し方があって、露天における飽和水蒸気量、さっき話をしたこの図を見てもらっていいけど、現在含まれている水蒸気をずっと減らしてくると、あ、温度を下げてくると、あるところでこの飽和水蒸気量の曲線でぶつかる。でここで 100% になるよね、当然ぶつかった時で。この時が露天って言ったよね。だから実はこの量というのは、この量というのは露天の飽和水蒸気量と等しい。そうでしょう。今現在含まれている水蒸気量を言い換えると露天の飽和水蒸気量だから、現在の温度における飽和水蒸気量、現在の温度、まあぶっちゃけて言いましょうか、例えばこれが25とかしましょう、これ、15度とかしましょう、分かりやすいけど、20度の時に、の飽和水蒸気量分の現在含まれている水蒸気量というのは15度、露天の時の飽和水蒸気量なんです。これが A で、これが B。だからそこ、言葉をちょっと上の空いてるところに書き足してほしいんですけど、露天における飽和水蒸気量、上、分子が上にします。現在含まれている飽和水蒸気、水蒸気量というのは、現在含まれている水蒸気量というのは、言い換えると、露天における飽和水蒸気量。それの方が覚えやすいという。現在の温度の飽和水蒸気量分の露天の飽和水蒸気量の方が、どっちも飽和水蒸気量で一致しとる言葉がね。しかも実際に問題解くときは露天の飽和水蒸気量を使うので、そっちの方が分かりやすいですよということになりますから、本当なんか言ってきたね。おお。消したいんだけどね、また止まるんで、ちょっと一旦